には中日ドラゴンズ、セリーグを代表するクローザーの浅尾がマウンドに上がっています。まあ、プロ野球選手、プロ野球界が野球を通じてできること、はい、本当に我々も一緒に ね考えたいと思います、はい、今日は侍ジャパンが台湾代表を招いてのこのベースボールマッチ、9対2と侍ジャパン大きくリード。なお明日3月11日 JNN 系列では絆スペシャルと題してご覧の番組を放送いたします。台湾代表先頭バッターの周志成、ファーストフライに倒れました。ワンアウト。放送時間が少なくなってまいりましたが、まあ木村さん、本当に、来年の WBC に向けて侍ジャパン、その最初の骨格というものが、ね、見えたゲームです、はい、本当に楽しみなメンバーがこうして集まってくれて、はい、そして多くのファンの方がね、こうして来ていただいて、はい、本当にいいイベントだったと思います。そうですね、はい、牧原さん、はい、ピッチングスタッフも、なんかぐっと若返ったような感じですけれども、そうですね、本当にいいものを見せてくれました、世代世代でまたいいピッチャーがどんどん出てくるんだなっていうのをね、実感させてもらいました。そうですね、はい、バッターは王翔育、そして新井選手会長、まあ、本当に選手会のリーダーとして永田監督ね、はい、永田監督の後を引き継いでいるわけですから、そうですね、今のしっかりした自覚を持ちながらね、はい、球界をリードして引っ張っていってほしいですね。そうですね、はい、ここも打ち上げてショートフライ、ショートの坂本が掴みました。ツーアウト。先発の田中将大、4番の中村、そして中日の吉見も投げました。ファーストの守備についている中田翔、9回の表ツーアウト、ライトは岡田、そしてショートの坂本、ホームランを打った栗原、そしてキャッチャーを務めた島、現在は住谷がマスクをかぶっています。侍ジャパン9回の表9対2と大きくリードして2アウト、あとアウト1つと迫っております。チームの特徴というのはこう投げ終わった時のリズミカルな感じですね。そうですね、本当躍動感というのはこのことを言うんだなと、まあ、全身を使ってバネで投げてる感じがしますね、はい、これもフライに打ち取りました。試合終了9対2、侍ジャパン台湾を一周しました。2失点はソロホームランを2本打たれただけ。今日は点の取り方も本当に理想的でした侍ジャパンです。まあ、特に今日の試合展開の中ではやっぱり初回に田中がソロホームランを打たれた後すぐ西武勢で逆転して、そして3回に栗原の追加点のツーランホームラン、ここでなんかこう試合の流れを作りましたね。そうですね、追加点